あーいいねいいねはい、ということでやっていきましょう。桜大戦3、パリは燃えているか。はいですね、ということで7話です。7話のところで花火ちゃんのミニゲームがあるそうなんで、まあ、ちょっとそこまで進めようかなと思ったけど、ちょっと今始めたらちょっとテンション上がっちゃったからちょっと撮り始めました。はい、あーもういいね。はいやっぱ劇的ですよね。そうですよね、やはり劇的ですよね。ああそうね、でもね今ねこうね、三旗の愛の三旗のもとに、ま、この桜大戦3のオープニングですね、そっちの方を今始めるときにちょっと改めてもう一回見てみたんですけど、いやいいなっていう結構全員の事情が分かってるとなんかこうやっぱいいなっていう感じがそうだよな、こうなんかこうやっぱ知ってるキャラが出てくる時のテンションの上がり方って何なんだろうねこれ分かんないけど何なんだろうね、やっぱなんか すごい上がるよなあでもこのシーンとか見てないもんな、こういうシーンやっぱさあれだよね、花火ちゃんエンドとか国立エンドとかロベリアエンドで行くとあるんだろうね、こういうイベントが。うん、来てるね。作中このシーン使われてなかったけどね、来るときこれはあれなんだろうね、さくらちゃんたちが来てるのが少しずつ進んでるよっていうのを示してんだろうね。ああ、いいよ。やばい、ちょっと嬉しくなっちゃって、つい取っちゃった。じゃあ行きましょう。さくらちゃんね、花火ちゃん。なんか謎のイベントが始まっちゃった。謎のイベントが通信できるかなと思って、しーちゃんに通信したら、なんか謎のイベント始まったな。ナポレオンが支配には行ったのかい？ナポレオンが元気がない。それが、シャノワールの中を探しているんですけど、オーナーがいないんです。ほう。キネマトロンで呼んでみる。ああ。し、どうなの？格納庫にオーナーはいたの？メル、オーナーどこにもいないよ。ナポレオンは、ああ、毛玉を吐いてしまうし、どうすれば？猫飼ってないからわかんないけど、猫って毛玉を吐くんだよね。それなんか、あれなのかな？普通にやることなのか、それとも、なんか体調悪くてやっちゃうのか？そうだな。コックリコ、ああ、コックリコ神様ないな。病院がどこにあるかわかんないが、コックリコとか知ってそうじゃない？動物のことなら。コクリコに聞いてみたら、動物のことなら一番詳しいはずだよ。そうでした、コクリコさんならナポレオンを治してくれます。そうだね、すぐ対応できるのはコクリコだと思う。コクリコは病院に行った方がいいって言うんだったら連れて行こう。ありがとうございます、すぐにコクリコさんに通信してみます。お、すぐってそういう感じ。はい、コクリコです。みんなどうしたの？コクリコさん、ナポレオンが病気みたいなんです。どんな様子？詳しく僕に話して。そっか、コクリコ今サーカスにいるんだ。自分の部屋にいるの。なんだか変な草を食べて、そして、毛の玉を吐き出したりして、変な草。なんだ、心配いらないよ。その草はね、猫たちのお薬なんだ。お腹の調子が悪い時とか、その草を食べて治すんだ。あ、そうなの？お腹の調子が悪いと毛玉吐くのかな？お腹の中の、なんか悪い物質を出そうとして。それとね、毛の玉はね、猫が毛づくろいした時にお腹に溜まったものなんだよ。鶏が砂食べるとか言うけどな。だから、猫にとっては、いつものことだからそんなに心配しなくていいよ。ああ、そうなんだ。そうだったんですか。毛玉を吐くのを見たのは初めてでしたので。ああ、じゃあいつも、グランマが世話してるんだろうな。そういうところを見たことがないってことは、二人は。さすが、コクリコさん。頼りになります。ありがとうございました。どういたしまして。僕、お仕事の途中だから、もう行くね。バイバイ。さて、私たちも仕事に戻りましょうか。オーナーはいいの？オーナーがどこ行ったかはいいの？そうね、ナポレオンも心配いらないみたいだし。では、お探せしました。グランマはどこ行ったんだろう。そっか。ナポレオンも大丈夫だったみたいだし、とりあえずは良かったな。そっか。みんなに話していくか。エリカちゃん出ましたね。あら、オオカミさん。そういえば、パリニュースって聞いたことは、そっか。セーブ&ロードしたから消えちゃってんのか。ここでエリカちゃんが教えてくれるのか。はい。なるほどね。そういう感じになるのね。じゃあ、占い教えてくれる人もいるってことだよね。花火ちゃんかな、位置的には。じゃあ、エリカちゃんもう一回お願いします。あ、ダメ？ニュース教えただけで満足ですか？エリカちゃんは。ああ、そうですか。おっと、ロベリア繋がった。なんだ、仕事かい？ロベリア、眠そうだな。少し話がしたいんだけど。ま、いいぜ。じゃあメイン画面に移るぞ。なんだかんだ。なんだかんだ面倒見いいっていうわけではないけど。ロベリアは。ロベリア、何をやってたんだい？昼寝。ああ、寝る前に仕事道具の火薬の手入れをしていたんだよ。あれって、霊力じゃないの君のそれは。あれは、手品なの？あれそうなの？火薬だって。でもなんかエリカちゃんに向かって撃ってたよね、ファイヤーボールみたいの。エリカちゃん、普通に防いだけど。ああ、便利なんだぜ。
鍵はなくても扉は開くし、破壊してんじゃねえかよ。邪魔なものは吹き飛ばせるし。あれ、ほのみちゃん、あの大神さん、少しよろしいですか。もしかして火薬なくなったってこと。花火ちゃんだけに。よう、花火じゃないか。いい機会だ、お前も話題に入れよ。はい、かしこまりました。で、どのようなお話ですか。ああ、火薬の話だ。何でも破壊できてさ、便利だよ、爆破できてさ、便利だよな、とかさ。どんな話題言ってんだよ。火薬、そんな危険な話を。ああ、そうさ、火薬は私の仕事道具だしね。あの、火薬といえば、花火も同じ火薬でできているんですよね。そうだけどさ、思ってたけどさ、まさか自分で言うとは。まさか自分で言うとは。ああ、打ち上げ花火とかか。やっぱ、ああいうのは派手なのが一番だよな。だな。うん。そっかな、俺別にどんな花火も好きだな。うん。そっか。パリ、ロベリア花火とか知ってんの？あるのかな？文化的に。あの、大神さんはどのような花火がお好きですか？あれ？何これ？どういう質問？これどっちですか？これどっちの意味ですか？この花火は。あー、そういう感じか。花火ね。リップ作んの？俺かい。ここでリップ作んの珍しいな。打ち上げ花火かな？線香花火かな？これなんだろう？手持ち花火。北王子花火かな？そういうことか。北王子花火かな？俺は北王子花火かな？北王子花火。そのような花火ありましたかしら。あ、本人は普通に聞いてたんですね。ロベリア、花火、てめえのことだよ。このバカは、どこも、どころかまわずくどっからな。私のことですか。上がった。ロベリア下がった。花火ちゃん上がった。大神さんの好きな花火って、あの、ぽ。はぁ、なんだか眠くなってきたな。もう寝るわ。じゃあな。花火ちゃんだけ。あの、では私もそろそろ。ああ、そうだね。それじゃあ通信を切るよ。はい、失礼いたします。ではまた後で。わあ、通信するとこういう面白いのいっぱいあるんだろうな。くそー。花火くん、ロベリアの相手で大変だったみたいじゃない。いや、お前の相手が大変だったんだよ、近づくと。ロベリアっていうか。僕はロベリアの話。じゃあニュースはどうなっております？パリニュースの時間です。本日の特集は、パリ歌劇団敗北の話についてです。だからなんでそれ普通にニュースになってんだよ。おかしいだろ。秘密組織よ。まず最初は残念なニュースからです。パリ歌劇団がイカのような怪人と戦い、ついに負けてしまいました。パリの人々もさすがにショックを隠しきれない様子です。みんな知ってんのかよ、歌劇団のこと。どういうことだよ。秘密組織どこ行った。本当にもう定劇といい、守れや、そこの設定。不安の声が上がる中、今後パリ歌劇団の動向に注目していきたいと思います。あ、エクレールとか使ってるから、ショーゲーマルとかさ、ミカサとか使ってる定劇よりはまだ隠してる感があるかなっていう気がするんだけどな。まあ、どうなんだろう。外から、なんか、地下司令部に入れる、あれがちょっとバレてんじゃないかな。エリカちゃんが入ってるところ。みんなに見られてんじゃないかな。そっか。ほんと秘密組織って何？不思議の国日本のコーナーです。どうした？日本では力を入れるとき、必ず、よっこいしょという掛け声を使うそうです。あ、そうなんですか。この言葉はかけるだけで普段の4倍以上は力が出せるとのこと。朝から言霊を操る奴らがいるのか。私も早速試してみましたが、普段は一人で運べないテーブルを楽に運ぶことができました。こうやって都市伝説が広まっていくのかな。よっこいしょはまるで魔法の言葉です。日本の謎がまた深まりましたね。謎が深まっちゃった。そうですか。よっこいしょの都市伝説についてちょっと調べていただきたいな、りょうくんとかに。続きまして、テルトル広場で公演中の48時間耐久野外コンサートの話です。なんだそれ、なんだそれ。ちょっと行ってみるか、後で。途中で雨が降ったり、強風でマイクが飛ばされたりと、散々なお天気ではありましたが、残すところあと1時間、アーティストも観客も不眠不休で頑張っています。次回の公演は早くも中止が決定しているので、今回見ている方は幸せですね。なんで中止決定してんの？どういうことなの？どうなってんの、パリ。最近は人の集まる場所に怪人が出現しているようです。週末などお出かけをする際にはくれぐれもご注意ください。そんな雨みたいな感じで、あ、これで終わりかな。今まで終わりな感じかな。そういうことか。なるほどね。あ、ちょっと、テルトル広場行ってみる。1時間ってことはやっぱそうだよね。そういうことだよね。いけるんだよね。てか通信で5分使ってるわ、よく見ると。通信で5分使うんかい、ちゃんと。テルトル広場なら人も多いし、何か情報が手に入るかもしれないな。あの、すいません、シャノワールの近くで怪しい人を見ませんでしたか。カヤマ探してるところですね。怪しい人、白スーツを着た男が何かを投げていたな。見つけられてるかよ。白スーツを着た男か。
多分投げたのはこの手紙だろうな。ありがとうございました。では失礼します。ああ、これだけか。野外コンサート見たいんだけどな。もう一回、やったら、出てこない。ダメか。そっか。じゃあいっか。じゃあ、ミニゲーム行きますか。それは置いといて、時間になったので。この状態で、シャノワール。シャノワール。シャノワールのポーチに行けば、あ、違う、ここにいた。ここにいたわ。どこに向かって歩いてんだ、ないちゃん、それ。壁、猫に向かって歩いてる。あ、花火くん。ちょっと待って。あら、オオカミさん、いかがなされたんですか？いや、花火くんこそ、シャノワールに何か用かい？別に、いてもいいんじゃないの、花火ちゃんは。はい、地下の鍛錬所で自分を鍛えるために弓の練習しておこうかと。あー、こう、なんか、あれだな、パリの面々は、なんかすごい真面目っ子が多いな。鍛錬、あ、でも、スミレちゃんもしてたな。スミレちゃんもしてたし、カンナもしてたか。あ、そっか、あれか、レニもしてたな。みんなしてたわ。そっか。はい、オッケー。二人ぐらいいるのかな、ミニゲームで鍛錬する子。弓の練習ね。ほう。はい。では、地下までご一緒しましょう。猫に向かって歩いてたように見えたんだけど。オッケーオッケー。弓の練習か。あ、そこまで移動があるの？ちゃんと移動もあるのね。あ、話ある。地下に弓の練習場があるなんて知らなかったよ。はい。グランマさんが、いつでも練習できるようにと地下に作ってくださったのです。あ、着いたみたいですね。ここです。階が違うわけではないんですよ、多分。あ、これでミニゲームってこと？さ、どんなミニゲーム？え？ L だけ？どういうこと？あ、タイミングよくってこと？ L、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 左側ね。はい。左スティックを下に引いたまま。左スティックを下に引いたまま、左右に動かして的に狙いつけて離してみて。は？あれ？ L だけじゃないの？それでは。あ、L ってアナログスティックの L ってことか。そういうこと？なんだろう、おぉ。規範。規範って書かれた。なんだ規範ルールのこと。なんて書いてあった、読んでなかった、ちょっと今。あ、ありがとう。はい、じゃあ。あ、いいな、おごそかな感じだな。はい。的。的いります。あ、なるほどね。あ、上だけ？お気を落とさずに。あー、はい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 。的いります。これでいいの？大当たり。あ、いやいや、連鎖させろってこと？50点ね、真ん中で。なんか上にばっか向いてんだけど。はい。あ、はいはいはい、そういう感じか。時間制限なしか。そして、そこ。ああ、そういうのもあるんだ。なるほどね。はいはいはい。まあまあまあ、本編中なんで気楽にやっていきましょう。ここは。そこ。オッケー、100ね。オッケーオッケーオッケー。素晴らしいですわ。ありがとう。ロベリアとの違いよ、この。くそ、本気でやってんのかいっていうロベリアと。難しいな、止めるの。え、止めるの難しくね？この角度系のゲーム難しくねえか。あー、むずいぞ。ちょっと待って、想像以上に角度系。え、だからアナログスティックしか使えないのか。あ、花火ちゃん、あ、花火ちゃん、なんかちょっと違うね、通信だと。通信ってか目の前にいるんだけど、花火ちゃん通信だとなんかちょっと違う感じね。黒髪が強調されるね。ちょっと待って、え、ちょ、むずくね。ちょっと待って、時間制限ないけど、え、むずくね、この位置か。なるほどね、そういう感じか。あ、かわいい。右上かわいいな、なんか。君だ。あ、それバトンなのね、一応。オッケーオッケー、そこだね。素晴らしいですわ。これ必ず10回なのか。あ、え、これどう、大神動けないでしょ、位置。動けないの、大神。大神の位置が動ければ斜めに移った。あ、間違えた。打ちた。素晴らしいですわ。はい、430。まだまだですね、もう少し練習をしましょう。規範終了。へえ、こういう系か。アストラルチェーン思い出すな。アストラルチェーンでもまとわってあったからな。大変だったな。なんだっけ、ジョイじゃない、ジョイじゃなかった気がするな。なんかやったよね、初級から上級まで。戦ったよな。懐かしいな、あれも。あれも大変だったからな。ラッピー狙うの基本だったな。爆弾と。大神さん、体調でも崩されていたんですか？調子が悪そうでしたけれど。体調が戻られたらまた教えてくださいね。それでは私は少し用事がありますので失礼します。そういうことね。なるほどね。今のじゃ全然手数低いんだね。本編だと結構優しいはずなんだけど。なるほどね。嘘だろ !7 話でセーブして、タイトルに戻るとタイトルが、激低になってる。マジかよ。うわぁ、知らなかったー。これは、え、1話ごともしかしてタイトル変わってる？変わってる？最終話で、最終回でタイトル戻ってきて変わったんだなと思ってたけど、違うのか、これ。話のことにタイトル変わってんのか、もしかして。
マジかー、これ細かくていいな、粋だなレッド。うわー、やったー。なんだろこれ、クリアしたのにまだ楽しませてくれるじゃねえか。なんだこれ。そっか、こういうとこ隠れてたんだな。そっかそっか、オープニングが変わったからかな、生で。だから日記用のタイトル画面になってたんだ。知らなかった。そっか、あーそっか、いつもセーブして電源を落として始めちゃうから読み込まれてなかったんだ、システムデータが、その時点で。そっか、そういうことか。うわー、やってよかった。これよかった。へえ、細かいな、これまだまだありそうだな、知らないだけで。さすがにオープニングは変わってはないのかな。ちょっとどうなんだ。どう、変わってる、ちゃんと変わってる。ああ、素晴らしい素晴らしい、ちゃんと変わってんだ。そっか、ここも変わってたんだ。すげえ、気づかなかった、そういうことだったんだ。ああ、本当素敵な、本当こういうとこたまらんわ。あれ、なんか歌ってるのが、歌ってる、ん、違うか、気のせいか。いや、そうだね、劇って、定劇のメンバーで歌ってるのは。あれ、なんか、あれ、本編中だと、グリちゃんたちが歌ってなかった、エリカちゃんとかが。あれ、違うかな、だって勘違いかな。あれ、あれ、なんかこれ、劇定のメンバーが歌ってるな、このオープニングは。あれ、なんか違うか、もしかして、ちょっと違ってる。あれ、ちょっと待って、分からん、聞き比べて分からんだ、これは。え、これ、これは劇定のメンバーだよね、明らかに。入ってんのかな、ちょくちょく。全員で歌ってる、もしくは。ああ、そうですか。ああ、そうですか。ああ、いいっすね。いいっすね。ほんといいですね。